固体涼子チャンネル。毎度、物理系研究室、非公式 VTuber、固体涼子です。急遽思い立ったんで、今日から毎日1年分、ノーベル物理学賞の内容を1分くらいで解説していこうと思います。皆さん知ってると思いますが、ノーベル賞は、ダイナマイトの発明で有名な、アルフレッド・ノーベルさんの遺言で設立された賞で、年1回、すごい発見をした人に授与されます。発表は10月上旬ぐらい、授賞式はノーベルさんの命日の12月10日です。1901年から始まったので、今年までで全118年分ですね。ちなみに、受賞者がいなかった年もあります。1分程度の解説なんで簡単なものになりますが、興味を持つきっかけになればいいかなと思います。毎日あげれるかわかりませんが、広い心でお付き合いください。よろしければ、チャンネル登録、高評価、Twitter フォローお願いします。ほなな。